霊夢とマリサの SD ガンダム解説動画。皆さんどうも、霊夢です。皆さんどうも、マリサだぜ。突然ですが皆さん、SD ガンダムのプラモデルである BB 戦士シリーズの始まりについては知ってるでしょうか？ BB 戦士ももう結構古いからその始まりまでは知ってる人少なそうね。SD ガンダム自体はそもそも1985年に、まずはガシャポンでデビューしていて、当時のガシャポンではモビルスーツの細かいデザインを再現できないため、その代わり頭部を大きくして、キャラの顔をはっきりと認識させるよう意図したものだった。この極端なディフォルメなゆえにスーパーディフォルメ、その略称として SD という言葉が生まれたわけだな。なるほど。かなり極端なディフォルメだから、スーパーという名が付けられたのね。そんな SD は、全国の小中学生たちの間で大ブームとなっていき、そのブームの煽りを受けて、ガシャポン以外の商品も作られていくこととなるな。その商品の一つというのが、BB 戦士だったというわけね。ちなみに BB 戦士という名前の由来は、このプラモの売りが BB 弾の発射ギミックを有しているためだな。なるほど、そういえば確かに初期の頃は、大体 BB 弾発射ギミック持ってたね。ただやっぱり危険だということで、次第に BB 弾ギミックはなくなっていって、今となってはその名前の名残だけが残っていったというわけだな。確かに今も BB 戦士の名前は残ってるけど、もはや完全に BB 弾発射ギミックないもんな。あと BB 戦士はどちらかというと、武者ガンダム系列のものが有名だが、最初の頃はまだプラモ京志郎の漫画で出てきた、改造プラモの一体であり、マーク2やゼータといった派生はあったものの、武者ガンダムたちが出てくるのは SD 戦国伝としてシリーズ化するのを待たないといけないな。BB 戦士が本格的に動き出すのは、もう少し待たないといけないのね。ということで、最初期の BB 戦士を支えたのは、このガンダマンという、初代ガンダムをモチーフとしたキャラクターだな。が、ガンダマン、なんなんだこの謎のキャラクターは。説明文によると、サンライズ式では、スナイバルゲームという、バトルドームで行われる、新型スーパースポーツが流行っていて、BB 戦士たちは、そのスポーツ大会の代表選手たちであり、ガンダマンは G ガンダーズというチームのリーダーということらしいな。そんなちゃんとした設定があったのね。ガンダマンはとても頭が良く、どんな時も慌てずにチームを引っ張っていくが、熱くなると何をするかわからないという危ないやつでもあるようだ。そのためこの試合中の絵では、グヘヘヘ、今日も最高、などとヒーローらしからぬセリフを吐いているのが気になるな。グヘヘヘって、確かにその笑い方は正義の味方っぽくないね。ちなみに武装はバズーカのみであり、あとこの時代なので彩色はなく、自分で塗らないとほぼ真っ白なガンダムだけで味気ないな。まあ昔のガンプラってこういうものよね。最終的には自分で塗らないといけないよね。ただそれでもガシャポンよりしっかりとした出来になってるから、300円商品としては結構満足できると思われるな。時代とはいえ、当時は安かったんだな。あとおまけで、ドムを模した的も付属しており、BB 弾を当てて衝撃を与えると倒れる仕組みとなっているようだな。きちんと BB 弾を使って、遊ぶことも考えられてるのね。あとこのガンダマンは、後に発売されることになる武者影ガンダムへ、BB 弾と的を除いた全てが流用されることとなっていくな。ええ、そうだったの。名前の通り、まさに影のような存在だったのね。で、その次に販売されたのが、ゼータマン2という商品で、見た通り、ダブルゼータガンダムモチーフの商品となっているな。いきなり2なんだ、1飛ばしてるからややこしい。BB 戦士が発売された年の1月まで、ダブルゼータ本編が放送されてたので、ゼータを差し置いてダブルゼータが先に発売されたのかもしれないな。なるほど、当時はダブルゼータが最新のガンダムだったのか、時代を感じるなぁ。ちなみに武装は、まるでファッツが持つハイパーメガカノンのような、巨大なバズーカと化したダブルビームライフルを持っているな。確かにダブルゼータって、バズーカ持ってないはずだもんな。またダブルゼータなだけに攻撃力はチーム最強であり、一瞬に5発の弾丸を発射可能なローリングボンバーという必殺技を持っているらしい。一瞬に5発はめっちゃ強いね。ちなみに、的役として付属されてる敵は、リゲルグで、ゲルググ系列の、ビーバルディーズというチームが対戦相手のようだな。
あとガンダマン同様に後に、武者影ダブルゼータに流用されているな。あ、やっぱり流用されてるのね。で次がゼータマンかと思いきや、次はドライセンモチーフのドラくん。気は優しくて力持ち、ナイスガイで、悪役ではなくいいやつなのが面白いな。ドライセンは大体悪どいイメージあるけど、ナイスガイというキャラ付けは確かに意外ね。ただドライセンなだけに、やはりダブルゼータに匹敵するほどの、巨大なメガバズーカを武器としたパワー系のキャラのようだな。さすがドライセン、めっちゃでかいバズーカ持ってるね。リック・ディアスがリーダーの、D ・リック・ディアーズに所属しているな。なるほど、ドムとリック・ディアスがいるから、D ・リック・ディアーズなのね。あと今回の的は同じ BB 戦士ではなく、相手戦士と見立てたフラッグとなっているな。あとドラくんは、武者ドライセンへと流用されていくな。なるほど、この流用のおかげで、商品ラインナップが多かったのねー。で次が、ガンダマンのライバルであり、歴戦の勇士らしいザックン、シャアザクらしく、ザクたちのチームであるゼータザックスのリーダーのようだな。ジオンネオジオンティターンズ問わず、仲良くしてるのは微笑ましいね。主な武装は、ものすごいでかいザクバズーカとなっていて、今回の的も、BB 戦士選手ではなく、パネルとなっているな。あと影忍者シャザクに、後々流用されている。色が黒いのにシャザクなのは、元になったキットの名残だったのかな。ということで5体目にしてようやく、ゼータマン2の兄である、ゼータマン登場。2の方は明るくおしゃべりだが、兄の方はクールな性格のようだ。パイロットの神優と受動のキャラクターが、ある程度反映されてそうね。持ち前のスピードとジャンプ力を活かした切り込み隊長でもあり、普段は無口でクールだが、熱いハートの持ち主でもあるようだな。試合中に怒らせたら、赤く光りそうね。武装としては、ビームライフルを大型化したようなバズーカだな。本来ならゼータはバズーカを持ってないが、BB 戦士特有のものとなっているな。BB 弾発射ギミックがあるからか、みんな武器が大型化するのね。今回の的は、ザックン含む、ゼータザックスの選手3人となっているな。あとガンダマンたち同様に、武者影ゼータへと流用されていくな。丁寧にしっかり、全部流用してる。ということで、このガンダマンシリーズ最後のキットは、ドムモチーフのドンという BB 戦士だな。第3弾のドラクンが所属するリック・ディアーズの選手であり、原点通りに足のホバーで移動し、弟たちとジェットストリーマーを仕掛ける。なるほど、やっぱりドムだけに3体いるのね。武装としてはやはり、でかいバズーカも当然持っているが、どんだけ唯一ヒート剣というビームサーベルも付属しているな。最後だから若干優遇されたのかな。どうせならガンダマンたちにもつけて欲しかったね。あと今回の的はなぜか、ガンダーズ所属の百式であり、特にドムとは関係ないところが、ちょっと面白いな。百式がやられ役に、一体何の恨みが？あと例のごとく、武者ドムへと流用されていくな。ちなみに大会に優勝すると、伝説のモビルスーツ、ガンダムが用いたとされる三種の神器、黄金のライフル、盾、サーベルが与えられる。やっぱどの世界でも初代ガンダムは、伝説の存在になってるのね。ということでこのドンを持って一旦ガンダマンメインの BB 戦士は終了となる。まだまだシリーズは続くが、次は逆シャーマンマの設定の商品が発売されるな。やっぱりちょっとガンダマン設定続けるのは無理があったか、設定的にもちと微妙だったしな。ということで次回は戦国伝シリーズが始まる前の原作モチーフマンマの BB 戦士シリーズが展開されたところを紹介できればなと思ってるのぜ。それではまた次回もよろしくです。